何しよう、甲子園の曲しようか。野球部今日ね頑張って勝ってもらえるように、また春この調子だったら再び甲子園の土を踏めるかなと思っておりますが、ウィリアムテルバーン掛け声よろしく。いけそうかな。ワン、ツー、ドン、ソッ。先日レオ君がついに1軍に入りましてですね、でももうあれか、開幕終わったか、もう閉幕。レオ君のところのふるさとが飛騨吉川でありますね、飛騨高山の方でね、あちらの方にね、実はレオ君が、3年の秋にぜひちょっとこっちで演奏してもらえませんかということで、飛騨の方へ行ってですね演奏会をしたんです。今年もめっちゃ好評だ。飛騨の皆さんがね、ほとんどもう町中を挙げてコンサートを見に来られるんですね。でそちらで演奏した折にも、皆さん大変喜んでいただきまして、今年はあのレオ君の背番号8、7、背番号7ユニフォームをいただいて、それを着ながらね全部で応援したんですけども、そのネオ君のテーマはこれです。ワン、ツー、ドン、ソッ。これがあの中日の応援団がね、ラッパ一本でパラパラパラパって吹いてるのを聞いたことあるんですけども、ちょっと寂しいね、音楽でしたけども、まあもし機会があればね応援に行ってあげてもいいなと思っておりますが、大阪桐蔭高校吹奏楽部ができたのが2005年なんです。でその時にね、私まだ来てない。でその時にね、おった野球部のあの打者か例の中田ね、2006年に僕は桐蔭に来まして、その時に80人ぐらいにメンバーになりましたので、2006年で甲子園に行きました。その時中田君がねバッターボックスに立った時にやった曲が「We Will Rock You」なんですよ。その後ザーッと来て、でまあ、あの優勝したりいろいろあったりしながら、やっぱりちょっとオリジナルを作らなあかんなということで、オリジナルを作っていただいたのが You Are Slacker という曲で、これがすごくあの全国の高校野球のファンの皆さんに、喜んでいただいて、もう今年の春も夏もとにかく出てないのに、この You Are Slacker を他の野球部の応援団がされてらっしゃいました。You Are Slacker 行こうか。ワン、ツー、どうぞ。
感じで、はい、今年の春がですね、まあ、あの残念なことに、ね、負けちゃって、いけないなと思ってたら例の東邦さんが来られましてですね、ぜひ、応援に協力していただけませんかということで東邦の応援をしたところ優勝しちゃいました、ね。大阪桐蔭高校野球部はあの2連覇あの2連覇あの春ラス吹奏楽部は応援が春夏春まで行ったんです。史上初のですね、3連覇を応援させていただいたんですけど、その時にね、でもめちゃめちゃ向こうの応援が動くんですよ。戦闘開始みたいな、ワン、ツー、ワン、ツー、ノー、ゾッ、ビーバー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 、ゾッ、ヒー、ビーバー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 、ゾッ、ヒWhat do those?